三浦型輸送艦は海上自衛隊が運用していた輸送艦の艦級。第4次防衛力整備計画に基づき昭和47年度から49年度計画で3隻が建造された。海上自衛隊の輸送揚陸艦艇部隊は1955年 MSA 協定に基づいてアメリカ海軍より供与された汎用揚陸艇6隻。 機動用陸艇29隻によって集艇隊を設置したことを端緒とする。続いて1961年には、やはり MSA 協定に基づき、アメリカ海軍が退役させた LST-542 級戦車用陸艦3隻の供与を受け、大隅型輸送艦として運用を開始した。同型3隻は、横須賀地方隊の霊下に第1輸送隊を、 編成したが、1962年5月1日には、自衛艦隊の直轄下に隷属替えとなり、海上輸送及び、海上作戦輸送に従事した。速力不足を除けば、極めて実用性の高い揚陸艦であったが、いずれも1944年から1945年に、かけて建造されたものであり、昭和40年代いっぱいで、対応年数に達することから、 大体感が必要となっていた。このことから、やや先行して、地方隊向けに建造されていた1500トン型の設計を拡大し、自衛艦隊励下で、機動的に運用するための2000トン型輸送艦として、建造されたのが本型である。蒸気の経緯から、本型の設計は1500トン型と、同様、LST-542 級戦車揚陸加護。 手本としたものとなっており、艦首を海岸に格座して、兵員、車両を揚陸することを前提としている。箱型の船体の艦首部に、観音開きの門扉とその中に2段折りたたみ式の道板を設け、その後方に連続した第3看板に、車両看板を設置するという設計も共通である。第3看板の前方に、3は2層分の高さを確保した。 車両甲板に当てられており、ここには陸上自衛隊の74式戦車であれば重量が搭載可能であった。最下重量は1800トンとされていた。また、車両甲板両脇の第2.3甲板は輸送人員用の居住区とされており、揚陸部隊は200名が上艦可能であった。本型では上陸用集艇の運用能力が強化されており、 軌道用陸艇2隻が環境構造物前方の上甲板上に搭載される。その要項のため、環境構造物直前にガントリークレーンが設置されているが、このためにトップヘビーを招き、復元性の低下につながったことから、急遽ビルジキールが追加装備されている上甲板の前端と後端には、貨物の要項に使うためのカーゴハッチが設けられている。 また上艦班にもトラック等の軽車両を搭載可能であり、監視側の第1カーゴハッチには車両艦班と連絡するトラックランプが併設されている。自衛艦隊直轄の第1位装想体で運用する必要上装備面では厚み型より大幅に強化されている。レーダーは対空用のオプスマイナス14と 対水上用のオプス -18 を閉鎖するという、護衛艦並みの装備となった。また、方向兵器も強化されており、股間防空用としては、FCS-1B、または、マーク63放射撃式装置と組み合わされた68、式50口径76ミリ連装速射砲が、艦首上艦板に搭載されている。なお、 本艦型が山陰地方を装備するようになったのは、陸上自衛隊側の強い要望よるものとされている。一方、艦尾の甲板室上に装備された4 0ミリ連装機関砲は、マーク51モッドに射撃式装置の完成を受けている。二代目をお墨型の収益により退役が進み、2002年6月28日に三番艦、薩摩の除籍により、先行して、 司法隊に配備されていた厚み型よりも早く運用を終了することとなった。ありがとうございます。